どうもーかげやんです今日はですね伸ばしたいもの参選、えー、体編ということについて、えー、お伝えしたいと思います。なんかこう最近っていうかこうやたらお腹がすくんですけどこれは何でしょうかというところで、えー、ちょっと脂肪を蓄えようとしとるんかな体がそういう状況になってるんかなと思ってなんかねこう食べたくなるというかね えー、食事、食欲が増している、えー、そんな状態であのそうなるとねちょっとこうダイエットしてる身としてはですねこの、えー、逆にこうダイエットの逆をいってしまう状態になっちゃうんでね、えー、その辺どうしようかなと、うん、食べたいものは食べたいですしねでも食べちゃうとどんどん太っていくということで、えー、その辺のこうコントロールをどうしようかなとそれは無理やりね こう石の力で食事を止めることはもちろんできますけども、うん、そうすることもね、えー、ずっと続けるとまあまあストレスかかったりいろいろあるんでね、えー、どういうふうにこれを処理していこうかなというふうに考えておりますけどもまあまあしょうがないでね、うん、それなりに食べて食べながらこう抑えてという形でしていこうかなと思っておりますということで今日の伸ばしたいもの3戦体変ですね体 でえー、伸ばしたいものとしてまあまあ、あのー、体の使い方の部分ですね、えー、体の使い方の部分はこう伸ばしたいなと。 いうふうふに考えておりますだから背骨の使い方ですね、えー、特に背骨の使い方、えー、この辺はこう、えー、訓練していってこう伸ばしていきたいなというふうに今のところ考えております今,今のところこれはまあある程度こう一生やっていくっていうことになると思うんですけどもその体をこういかにねこう効果的に使えるかというか効果的言うとなんかチープな表現ですけどもその言うたらその 60代70代でも、えー、その体の使い方をするとこう予想以上のこう威力を発揮できるような動きというかね、えー、そういうものをこうやっぱ、えー、上げていきたい、えー、訓練してこう使い方をこうよくするようにこうしていきたいなというふうに考えておりますで2つ目はね空手の肩の美しさですね、えー、今全然僕やっぱり美しさがこうやっぱりないと。 で先生にもねその力強さとその速さ的なところはまあまああのあるからっていうことを言っていただけるんですけどもその美しさの部分がないんでねやっぱり美しくこう肩をできることでそのやっぱりそれがしっかりできている状態になっていると思うんでね。えー そのスピードもちろんスピード力強さっていうのも必要ですけども、えー、美しさですよね、えー、その辺をこう、えー、高めていきたい、えー、もっとこう技術を上げていきたいというふうに考えておりますで3つ目がですねやっぱ体力ですね体力というかエネルギーというかね、まあ、体変なんで体力と言ってますけれどもその、えー、持続できる力というかね、えー、そういうものですね体力的なものですだから こう僕施術でこうお客さんこう入ってますけども、えー、変な話例えば10人連続でやってももうあんまり疲れないなっていうようなこう体をこう作り上げたいなとそれは最初に言った体の使い方にもつながってくると思うんですけども、えー、ただ単にねこう力任せにやるだけであればもう難しい、えー、疲れてくる、えー、数をやればやるほど疲れてくるんですけども。 そうじゃなくて相手の、ね、体を見る形をこう取っていってですねそこからこう相手をこう楽にする状態に持っていってほんで、えー、さらにこう集中力もずっと続くっていう状態これを作っていきたい。そのためにはやっぱ体力、えー、精神力の体力もそうですね精神的な体力ですねその,その部分もある体の体力もそうですしその精神的にもそのずっと集中できるようなこう。 エネルギー的なもんですね。これを上げていいいきたいと思います。まずこれを上げるにはまあやはりこうランですねジョギングっていうのがこう必要になってくるかなと思いますでこれはね今のところ僕は週1回やっている状態ですねただ仕事なりまあ雨が降ってる時は走ら,走らない状態ですで晴れていてこう仕事が、えー、ちょうど終わった時にまあまあ えー、定時というかですね、あのー、夜のご予約がなかった時はこう走るようにこうするとで足の状態がこうあまりよくない場合は、えー、週2回3回いうのは難しいんですけども週1回は走るようにしていこうというふうにこうしています今のところそれをこう続けていってる感じかなというところでで体力とそういう、えーまあ、精神的なものっていうのはこう走ることによってこう培われていくかなというふうに思います。 で自分でやってて特にそういうふうに思います。で体の使い方の訓練はなるべくこう毎日やっていくということですね。で肩に関してもやっぱり数でしょうね。だからやっぱりコツコツとこうずっと続けていくということが全部の全部を高めるための共通点かなと思います。ということで僕が伸ばしたいものとしてですね、えー、体編ですけど3つ挙げるとするとまあ 体の使い方はですね、まあ、背骨を上手に使う、背骨から使う、背骨からこう力を加えるようなことですね、そういうこととですね、えー、空手の肩の、ね、美しさですね、これをこう伸ばしたいと、美しさにこだわっていきたいなというふうに思います。速さ、力強さもさることながら、きれいやなと。 美しいなと思われるような方をこう目指していくということです。今のところまだまだ全然できてないんでこれからやっていきたいなというふうに思います。まあコツコツですね。それと体力、まあ、エネルギーですね。これもまあジョギングを中心にこうやっていくことによって、えー、高めていけるんじゃないかなというふうに考えております。ということで今日は、えー、伸ばしたいもの3選。 体編ということについてお話しさせていただきました。では、今日もよっしゃでいきましょう。どうもありがとうございます。